はい、皆さんこんにちは、タナショーです。ということで、本日はですね、こちら見てください。たくさんのクレーンゲームがありますけども、こちらはですね、モーリーファンタジー港北店さんでございます。見た感じ、めちゃめちゃ広くてですね、たくさんのゲームがあってね、楽しめそうですね。ということで、本日はですね、こちらのモーリーファンタジー港北店でですね、メダルゲームを遊んでいきたいと思います。はい、ということでね、早速メダルをね、購入していきたいと思うんですけども、こちら見てください。1000円で165枚なんですけど、たった100円プラスするだけで、これ400枚になるんですよ。235枚プラス相当お得なんですよ、100円払うだけで。ということで本日はですね、1100円で400枚をね、購入していきたいと思います。ということで、でこちらですね、1100円分400枚購入、よいしょ。ってことで400枚重たいってことでね、早速こちらの400枚を使ってね、どんどん遊んでいきたいと思います。ってことでね、今回はですね、こちらの400枚のメダルを使ってですね、30分以内でこれをね、何枚まで増やせるかっていうね、挑戦をしていきたいと思います。ってことで早速ですね、こちらタイマーで30分計測していきたいと思います。ってことでいきます。用意スタート。はい、ってことでスタートです。よし、ということで、まずもう目の前にあったんで、これやっていきたいと思います。全くルールわからない、けど、とりあえずどんどん増やしていかないといけないから、これ多分ビンゴにしていくんだね。8番ないで、この番号、ここに出てる番号を出せば多分なるのかな。全く出た。これをビンゴにすればいいんですね。だからもうこれをとりあえずビンゴにすることを目標にやっていかないとやばい。すごいすごい、どんどん来てる。なんかなったよ。おお、10枚ゲット、400枚、相当な量ですね、これ。もうどんどん入れていかないとね、全然メダルが有り余ってるから、これで何枚増やせるかですね。まずだんだん埋まってきました。どこが惜しい、なんか全部微妙なんだよね。出てきてるのがこれぐらいなんですけど、これどうなんだろう。どこで止まるの。これ、あ、ボタン押すんですね。これボタン押すと止まるんで。52、きたきたきた、20だ。20番出ればビンゴで、多分なんかね、相当な量のメダルがもらえると思う。いや、20番来てほしいな。37、20と39、が出ればビンゴですね。とりあえずこれをビンゴにしたら、とりあえずね、別のメダルゲームに移動したいと思います。きた、20きた、ビンゴ、20枚、30、とりあえずきた、めっちゃきてる、どんどん来い、どんどん来い。落ちて、オッケー、だいぶ来た。もういいよ、もう移動するからいいよ、もう大丈夫だって。ってことで、とりあえずね、ビンゴ一つになったんで、移動したいと思います。で、今回はこれぐらいのね、集計になりましたね。まあまあ戻ってきました。ってことで、これ始めます。いいよ、減ったな、これ。俺、やばい、ババ抜きしようぜだよ、本当に。メダルを入れるとパワーアップするらしいんで、とりあえずね、もう大量に入れます。押します。オッケー。5枚。まあクレジットね、多分クレジットが多い方がいいやつ取れるんだよ、多分。だからいっぱい入れます。これやばい。71と70、どうすんのこれ。押せばいい。お前じゃない、なんだこれ。きた、30。オッケー。このドラゴン行きたいな、これ。多分メダルが弾になるんですよ。それで何発撃つかで、ここを壊すとか、そういうの決まってくると思うんですけど、とりあえず大量に入れます。タナショーさん、10分経過しました。やばいよ、これ入れるだけで時間かかるっていうね。50になるまで。オッケー、いきます。こいついく。70、なんかが違うんだよな。いや、来た、こいつ来た。またなんでだ。まあ、オッケー。いやー、やめます、これ。今度一緒にトローリングバトル。これなんかつるする感じですね。これあります。時間取られちゃうよこれで、ね、餌選択できて、多分1枚だと、まあ、あんまりいい餌じゃないんですよね。だからこれを押すことによっていい餌になってくんだ。いい餌になってくる。これでいきます。どうすればいいのこれ。イエイ、5枚だけだけどオッケー。ああ逃げられてるやん。ダメこれ、これダメだ。やばいぞ。すごい太鼓のやつが祭りチャレンジ。失敗やんけこれ。20分経過です。やばい。あと10分です。これやろう、これだ。めっちゃ使う。25分経過です。やばい。あと5分です。ちっちゃい。始まっちゃった。全然ダメじゃん。めっちゃ強いやん。あ、ミスった。やばい。もうなんだかんだ最初にできてたやつ、やっぱり一番最初のやつで、でも最後一気に入れるぞ。あとどのくらいですか？あと1分です。ということで、これ全部入れます。落ちて。オッケー。あと30秒。やばい。あと30。どうしよう。もうこれやるしかない。5、4、3、2、1。最後来い。ちょっと待って、最後まだ来てる。最後入れてないけど揃った。40。いや落ちた。来た。最後の、頑張って、もうちょい。いける。とりあえず集計しに行きたいと思います。ってことで、今から残ったメダルをね、預けに行くんですけど、その時にね、枚数分かるんですけど、目視でもう分かるんじゃねえかっていうぐらいなんですけど、まあ、一応メダル預けていきたいと思います。はい、ってことでね、早速預けていきたいと思うんですけども、こちらですね、メダル貯金箱って言ってですね、帰る時とかにまだ残ってるメダル預けるということができてですね、ここに預けたらまた次回来た時にその預けた分のメダルをまた引き出して、それでまた遊べるっていうね、便利な貯金箱っていうのがあるので、ここでね、今から預けていきたいと思います。でですね、毎月20日と30日はファンタジーデーっていうのがありまして、メダル15枚をね、これは無料でプレゼントしているということで、こういうサービスもね、あるということで、入り口を開ける。おお、ここに入れるんですね。そしたら数えるを押すんですね。数える。何枚？ 400 枚だったよ最初。ここから何枚になった？最初400枚だった。14ってことで、マイナス386枚ということでしたね。預けていきたいと思います。 OK を押して、これで預けられたってことですね。14枚預けてもな、まあでも預けたんで、とりあえずこれで OK です。 OK じゃないけどね、うん、はい。ってことでですね、こちらのモーリーファンタジー店にですね、来店するとワオンポイントと D ポイントカードにポイントがね、溜まって、そのポイントまた使うっていうことができるんですよ。500ポイントでメダル500枚とか、ポイントを貯めることによってメダルとね、交換できるとか、そういう機能もあるということで、早速ポイントを貯めていきたいと思います。和音ポイントからポイントをやっていきたいと思いますね。これで、お、来た。これで揃うと20ポイントとかになるんだ。来た。いけ。1ポイントだ。でも揃わなくても1ポイントということでね、外れなしということで D ポイントやっていきたいと思います。いや、今度こそね、当てたい。あ、来た。いけ。20ポイント。まあ、でも1ポイントはまったということでね。ってことで、こんな感じでポイントをね、簡単に貯めることもできるということで、皆さんもぜひやってみてください。はい、ってことでね、今メダルゲーム実際にプレイしたんですけども、タナショーはね、400枚から14枚というね、惨敗だったんですけど、皆さんはね、もうぜひメダルゲームやるときはこんなね、もう惨敗しないで、ぜひ増やしてってね、楽しんでもらえるかと思います。ということで、皆さんもね、ぜひモーリーファンタジーに来て、メダルゲームとかクレーンゲームとかやってみてはいかがでしょうか。ということで、本日はありがとうございました。